アラフォーだけど心は永遠の少年。彼らの名はエターナルボーイズ。たった一枚の張り紙で無職になりました。人生崖っぷちなんです。それって職業に対する年齢差別じゃないですか。できない言い訳ばっかりするのやめてもらえます。ずっとサッカーやってて去年引退しました。まあとりあえず頑張ります。はい、今川剛です。エターナルボーイズに人生かけてます。よろしくお願いします。マネージメント部からこのエターナルボーイズに異動になった。一緒に頑張ろう。エターナルボーイズは本名の柿崎誠で勝負する。本当の自分でもナンバーワンになってみようと思ってるんだ。人は人生の崖っぷちに追い詰められて、そこから立ち上がっていくストーリーに見せられる。人生はエンターテイメントだって。エターナルボーイズ。